なんだこれは。ボタンですね。押してみるか。バカ、文字が読めないのかお前は。ワーニング、 Do not press this button。 警告、このボタンを押してはならないか。だが、ならばどうすればいいというのだ。この部屋の中は一通り調べた。しかし、扉のロックを解除するためのものなどどこにも。あと他に手をつけていないものといったら、このボタンだけですね。いいか、押すぞ。待て、早まるな。どうして。だから警告文が表示されてると言ってるだろうが。だったら何か。お前は部屋から出るなという警告文があったらずっとここに閉じこもったままでいるのか。こんなものはただの脅しだ。もしも本当に押してはならないボタンだったら、こんなところに出てくるはずがないではないか。罠だったらどうする。罠。押すなと言われれば押したくなるのが人間の心理。つまりこれは餌なんだよ。この警告文を表示することで、ゼロは我々にボタンを押させようとしてるんだ。それで押したらどうなると。何かよからぬ事態が発生する。よからぬ事態とは。誰か一人、もしくはここにいる全員が死ぬとか。バカな。あの、ちょっといいですか。もしもこれが私たちを殺すためのボタンだったとして、どうしてそんなものをゼロはここに設置したりしたんでしょう。だって変じゃないですか。私たちを殺す方法なんて他にいくらでもあるのに。その通りだ。バングルの中に毒薬を仕込んでおくとかな。わざわざこんなボタンを使って我々を殺す必要なんてどこにもない。ゲームなんだよ。ゲーム？ゼロが言ってただろう。ディシジョンゲームってやつだ。ボタンを押すか押さないか、その決断によって我々の運命が変わる。とにかくこのボタンは押すべきじゃない。押さなければ手詰まりだ。永遠にこの部屋からは出られんぞ。仮にそうだったとしても、人生が手詰まりになるよりははるかにマシだろう。平行線ですね。多数決でも取りますか。私は押すべきだと思う。私は押すべきではないと思う。ダイアナは。私は。押さないんじゃないですかね。何が起こるかは押してみなければわからない。そうだろう。ダイアナ、いいか、間違っても押すんじゃないぞ。弾丸論破みたいな。10秒ごとに喋んね。ゼロは押すなと言っている。ならば逆に押すべきだろう。これはちょっとゼロは我々の敵なんだぞ。シグマがちょっと無理あるな。これは嫌な予感がするんだ。とても嫌な予感が。もしもこいつが次元爆弾の解除装置だったらどうする。その場合は押さなかった方がアウトだ。押すなよダイアナ。押せ、押すんだダイアナ。ダメだ、絶対に押せ。最初のコイントスみたいな。扉が開いた。ほらな、だから言っただろ。ボタンを押さずに待ち続けたから扉が開いた。それ以外に考えられない。いや、そうとは限らんだろう。仮にボタンを押していたとしても、同じように扉は開放されたかもしれん。やれやれ、強情だな
じいさん。とにかく外に出ましょう。グズグズしてたら扉が閉まっちゃうかもしれませんし。シグマさんって本当はおいくつなんですか？肉体は22、心の方はもう67年も生き続けている。67年？言っただろう。私の意識は2074年の未来からやってきたのだと。その時シグマさんは67歳だったということですか？本当はもっと複雑な経緯があるんだがね。しかし簡単に言うとそうなる。もしかしてファイさんも？ああ、確かにあいつも私と同じ2074年の未来からやってきた。だが私とは違ってあいつの心は若いままだ。確かまだ20歳ぐらいではなかったかな。つまり2074年の20年前、2054年に生まれたと。いや違う、あいつが生まれたのは2008年だ。え、でもそれじゃあ計算が。あいつは2029年の4月から2074年の1月までポットの中で眠り続けていたのだよ。ポット？コールドスリープの機能を持った装置のことだ。したがってあいつの人生にはおよそ45年間の空白期間が存在することになる。だからファイさんの場合は心も体も二十歳のままだと。だけどどうしてなんですか？何が？シグマさんとファイさんが時間を遡ってきた理由ですよ。シフト現象のことか。シフト？スペースタイムヒューマンインターナルフラクチュエイティングトランスファーの略だ。要するに人間の意識が時空間を転移する現象のことで。例えばそう、さっきのボタンのことを考えてみてくれ。我々はあのボタンを押さなかったから今ここにいる。だがこの時空間のどこかにはあのボタンを押した場合の世界も存在するはずだ。この世界は、あるいは歴史は、瞬間瞬間の選択によって無数に枝分かれしていく。そこには別の君がいて、私がいて、ファイがいる。それら異なった歴史上に存在する肉体、そこへと意識が飛び移る現象をシフト現象というのだよ。にわかには信じがたいですが。事実だ。って言われても具体的なメカニズムを教えてもらわないと。なるほど、メカニズムか。一言で言おう、わからん。なんですかそれ。軽薄な物言いに聞こえたかな。しかしこれは45年間も考え続けてきた結論なのだ。シフトの方法は分かっている。だがなぜシフトが起こるのかについては。待ってください、今シフトの方法は分かってるって言いました？ああ。それって必要な要素は2つ、添付のサイト、生命の危機だ。要するに生まれつき能力を持った人間が絶体絶命の危機に陥った時、シフト現象は起こるということだ。じゃあシグマさんとファイさんもその能力を？子供の頃何度か不思議な出来事を経験したことがある。友達と釣りに行った時、私は誤って足を滑らせ真冬の湖に落ちてしまった。気がつくとそこは自宅のベッドの上、日付は翌日に変わっていた。私は学校へ行き友達に尋ねた。昨日あれからどうなったのだと。すると友達はこう答えた。お前と釣りになんて行っていない、約束はしていたが突然お前が断ってきたんだ。他にもある。車にひかれそうになった次の瞬間、学校の体育館に飛んでいたり、家の屋根から落ちた直後にスクールバスで目覚めたりだ。もちろん
その時は何が起こったのかわからなかった。ただリアルな夢を見ていただけだと思い込んでいた。だが今ならわかる。私はシフトしたんだ。別の歴史の世界へ。ところでファイはどこだ。あれ、いなくなってますね。さっきまでガブと一緒にいたはずですけど。現在の死亡者をお知らせします。 C チーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ、 Q チーム、エリック、以上4名が死亡しました。よってこれより4つの X パスを公開します。ファイヤー、クラッシュ、ファイブ、アイス、以上です。そんな、4人が死んだったと。一体どういうことだ。処刑されたんだ。処刑？13時30分の投票のことですよ。あの投票のせいで C チームの3人が。いや、それはおかしい。あの時ダイアナが選んだのは Q チームだったはずだ。本当ですか？え？私は本当に Q チームを。何を言っている。覚えてないんです。あの時私がどっちのチームに投票したのか。バカな、ありえない。13時30分の時には記憶消去薬は打たれてないんだぞ。知っています。だけど。待て、待ってくれ。もう一つ可能性があるぞ。もしかしたら3チームで票は分かれたのかもしれない。その結果どのチームも処刑されずに全員が生き残った。でも実際に。分かっている。だから C チームが全滅した理由は他にあるのではないかと言ってるんだ。例えば仲間割れを起こして互いに殺し合ったとか。まさか。何を根拠にそんなこと。根拠はない、確かにな。だがそれを言うなら処刑の場合だって同じだろ。 C チームが処刑されたという根拠なんてどこにもないではないか。そもそも本当に死んだのかどうかだってわからない。そうだろ。どうしたんだ。とにかく C チームが処刑されたのは間違いないと思います。なぜわかる。わかるからわかるんです。ではエリックが死んだ理由も。それは何てことだ。嘘でしょ。誰が一体こんなことを。誰って、急区画にいるのは。ミラと、それからもう一人。これは停電というわけではなさそうだな。危ない。大丈夫ですか、シグマさん。ダイアナ、逃げろ。そんな、シグマさん置いてなんて。私が行っても足手まといになるだけだ。その傷。いいから行け。さあ早く、今のうちに。でもファイを呼んでくるんだ。急げ。
どこ行っちまったんだよ。アイさん、どうしたんだ。シグマさんが、シグマさんが。ああ、ルナか。ルナ？すまんな、ルナ。こんなことになってしまって。この歴史では、過去の私が飛んでくることはないだろう。シフトの連鎖は断たれたのだ。したがってルナ、君がこの世に生み出されることは。何言ってるんですか、シグマさん。私は。いや、ルナだけではない。カイルも、ラゴモロフも、みんな。だが、これで、よかったのかもしれん。歴史は変わったのだ。人類は、この世界は、きっと。シグマさん！シグマさん！シグマさん！辛い気持ちはわかる。あるいはお前よりも私の方が。だがここにいては危険だ。いつ犯人が戻ってくるかもわからない。その犯人って誰なんですか。このディーク核には私たちだけしかいないはず。ああ、確かにそうだが、きっとゼロがどこかに隠れ潜んでいて。隠れる場所なんてありましたっけ。お前、まさか私のこと疑ってるわけじゃ。来ないで！近づかないでよ！人殺し！おい、待ったんだダイアナ！なんでどうしてファイさんがシグマさんを。ファイさん、ファイさん、どうしたんですか。ファイさん、犯人にやられた。犯人ってゼロのことですか。いや、おそらく違う。あいつはゼロじゃない。じゃあ一体誰が。ここから脱出するんだダイアナ。私が死ねば死亡者の数は。何言ってるんですか。ファイさん、ファイさんは死にません。私、いいんだよ。お前が生き延びてくれればそれで。なんで、どうして。ああ、なんだかいい気分が。とても懐かしい。
匂いか。ファイさん、ファイさん、いやー、現在の死亡者をお知らせします。Cチーム、カルロス、アカネ、ジュンペイ。Qチーム、エリック。Dチーム、シグマ、ファイ。以上、6名が死亡しました。よって、これより6つの X パスを公開します。ファイヤー、クラッシュ、ファイブ、アイス、ダッド、タイム。以上です。6つ…これを入力すれば。うん、ちょっと待って。あ、そっか。クラッシュってあれでいいんだ。あ、やべ、1個わかんねえ。アイス、え、あと何っつってたっけ。アイスだって、ちょっとごめんなさい、一旦切ります。切んなくてもここで見ればよかった、ね、タイム。カルロスがファイヤー、アカネがクラッシュ、ジュンペイがファイブ、アイスがエリック、ファイがダット。なんか変わってるよな。なんかプア、プアだ、クールだったっけ？フールとかバージンとかなかったっけ？まあいいや。タイムか。重量感あるよな、これ。ドーン。ミラでしょ、うん、いや、ミラでしょ。ミラ以外考えられねえ。ミラだろう、うん、これ、あれ、いきますか。これはそうか、 Q チームが C チーム、 Q じゃねえや、 D チームが C チームに投票したミライか。バットでしたね。オスが、いや、オスでも終わるんじゃねえのこの流れは。またドアが開いても絶望か。おっ、こ、ほら、
った。いやちょっと笑っちまう。わあ、コンプリート、ミッションコンプリート。そうか。なるほど。いや、なって終わっちゃったな。というわけで次は Q チームか。なんかあれミラっぽかったっすけどね。うん、生存者的にも、うん。じゃミラしかないよな。ただどうやってこっちに来たかとかがわかんないけど。